今回は立方体の展開図8について学習していきましょう左にある青枠の〇〇の面と書かれているところが開く順番になりますどのような展開図になるか一度止めるボタンを押してイメージしてみましょうそれでは見ていきましょうまずは立方体から展開図になる場合です はじめに左上の面を開きます。2面つながっていますが、そのまま開きます。そして、下、右、前の面も開きます。3面とも開いていきます。この方法を立体を展開するといい、展開した図のことを展開図と言います。次に、 展開図から立方体になる場合です。はじめに、下、右、前の面を閉じていきます。3面繋がっていますが、そのまま閉じます。そして、左、上の面も閉じます。こちらも同じように、2面とも閉じていきます。また、別の開き方をしたこのような展開図でも、 回転をした時に同じ形になる展開図は同じ展開図であると考えます。これで今回の学習を終わります。